教えて中の人グラサマ情報局。はい、というわけで始まりましたグラサマ情報局第28回で30が見えてきましたね。はい、というわけで進行を務めさせていただきます。スマイルカンパニーの佐藤です。はい、はい、そしてはい、ネクスト忍者の新永です。山岸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてさてどうしますか。早速本日のメニューいっちゃいますか。まあいつも通りですから、いっちゃいましょう。はい、はい、いっちゃいましょうか。じゃあもうね、はい、皆さん早く情報知りたいと。そうですね、最近ちょっと長くなりがちだったので。そうなんですよ、ちょっと、ね、前回のやつ長く話しちゃったかなって思ったので。若干ちょっと盛り上がり、はい、こっち側がね盛り上がりすぎてもあんまり良くないかなということで、ちょっと喋、ね、るの控えます。まあ、はい、その台本にないことを喋りすぎだっていう。まあその、はい、そのあたりもうちょっと長くなっちゃってます。ちょっと控えますね。はいはい、はい、じゃあ一応やっぱ話したいことがあって後で後で後で、あ、わかりました。はい、動画終わった後で聞きます。はい、はい、その後では、早速本日のメニューを発表します、はい、こちらです。はい、はい、じゃじゃじゃん、じゃじゃん、はい、新ユニット&パワーアップユニット登場。パワーアップ英雄祭きらめききらめき、はい、きらめきがきますね。いいタイトルですね。はい、はい、そして新大型イベント開催。はい、はい、さらについにあのユニットが覚醒。そうですね、誰でしょうね。はい、誰かな。まあ、まだ誰にも分かりません、ね。はい、今の時点では分からないですね。はい、誰にも分からないです。はい、はい、分かりました。はい、じゃあ早速いきますか。早速早速紹介していただきたいなと思います。はい、まずは、こちらからですね。はい、はい、超英雄祭きらめき、きらめき、じゃじゃーん。はい、はい、で紹介をお願いします。はい、じゃあ今回は、今回のですね超英雄祭きらめきでは、はい、新ユニットが1キャラと、うん、とあるユニットがパワーアップで登場します。うん、はい、はい、まずは、まあ、新ユニットですね。はい、見ていきましょうか。はい、もういきなりいきますよ。はい、はい、はい、じゃあこちらをご覧ください。じゃじゃん。ああ、この赤色のフード、はい、見覚えがある。わかりますよね。はい、アッシュですね。はい、はい、ちょっと今回はノーヒントで行ってみました。はい、ノーヒントで行ってみました。はい、あれ、はい、行ってみましょう。ハチマキになんか書いてありました。書いてあるね。結構わかんにくいね。はい、はい、というわけでストーリーにも登場するアッシュ。はい、はい、もう寡黙な感じですね。かっこいいですね。寡黙な。アッシュ、アッシュ、アッシュ誰だったっけっていう方はですね、ぜひあのメインストーリーの2部をもう一度見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ですね、はい、はい、じゃあ早速覚醒後のイラストもいきますよ。はい、覚醒後のイラストはこちらです。はい、じゃん。お、こう双剣が燃えてます。はい、昔こういう持ち方して遊びました。シーズナさんの幼少時代の話はいいんですよ。そこはいいかな。はい、短くいきましょう。はい、なるほど、はいはい、かなり豪華なイラストになっております。かっこいい、なんか武器がいっぱいでかっこいい。そうですね、はい、アッシュはあのストーリーの時も、ね、動きがすごい速かったと思うので、はい、それをまあちょっと表現できてるかなと思います。はい、はい、声もあれなんですね、ボイスも。はい、はい、CV 関智一さん、はい、かっこいいですね。めっちゃかっこいい。はい、この後の動画でもちょっとお見せしたいと思いますので、はい、はい、じゃあ早速性能いってみましょうか。はい、いってみましょう。はい、じゃあ性能はこちらです。じゃじゃん。新装備と一緒に出てます。あ、新装備、はい、はい、これはですね、覚醒アッシュのポイントはですね、まず、はい、まずは暗闇です。はい、はい、はい、これはうん、まずそのスキルでですね暗闇状態にできるんですね。しかも CT5 秒でかなり短いスパンで暗闇にすることができる。うん、でかつこのアッシュのアビリティがですね、うん、相手暗闇時クリティカル、すごく分かりやすい名前のアビリティなんですけれども、アビリティここに書かれてるときに分からないことが多いことがあると思うんですけど、これは非常に分かりやすいです。分かりやすいですね。はい、そうですね、はい、これで敵が暗闇状態のときですね、クリティカル、はい、自身のクリティカルが 100% アップになるという感じですね。うん、はい、でかつこの致命の一撃レベル3ですね、うん、こちらが、クリティカルダメージが、30% アップ
するということで、うん、つまり暗闇にしておけばクリティカルになって、はい、クリティカルということはダメージが上がってという感じですね。しかもこの新装備ですね、今回新装備がそのクリティカルダメージをさらに 50% アップするので、30足す50で80、はい、よくできました。はい、はい、のダメージを与えることができます。はい、さらに、まあ、アッシュ装備時に、まあ、クリティカルダメージが50アップするんですけれども、はい、扇ゲージもですね1ずつ自然上昇するのでかなり使いやすい新装備になっています。強い。あと新装備はあれですね、ダメージを与え装備スキルの方がダメージを与えて、うん、ダメージの 7%HP 吸収なので回復としても使える装備になっています。うん、はいはいはい。でさらにこの暗闇なんですけれども、奥義でですね、敵の暗闇耐性 35% ダウンがあるんですね。つまりこれを使ってからスキルを使うと相当真っ暗になる感じですね。相当真っ暗相当真っ暗になっちゃう。暗闇耐性が多少ある敵とかでも、はい、有効なので、まあ、紋章級とかでも活躍するんじゃないかなって感じですね。はい、はい、でこれだけじゃないんですよ。はい、新奥義がまたちょっと強力でですね、はい、まあ、見ていただくと 3万%の闇属性物理ダメージなんですけれども、はい、敵の奥義ゲージ40減少、まあ、これはあれですね、あそこの奥義ゲージの弾がポコポコっと減る感じですね。はい、なので敵に奥義を打たせないような感じで戦うことができ、はい、かつ、はい、行動速度 30% ダウン。あ、これはクオンさんとかが、はい、ね、持ってる強力な効果なんですけれども、ね、はい、奥義を打たせな い, ないかつさらに行動自体を遅らせるので、はい、かなり、パーティーの生存率がですね、はい、上げることができます。はい、はい、まあ、さらに敵の被ダメージ 50% アップ、これもついているので守りだけじゃなくて攻めの起点としても使えるユニットになっています。だいぶこれは戦局が変わりますよね、この新奥義を使うと。これは強い、これは強い。ちょっと実際に動画も撮りましたので、はい、早速見てみようと思います。はい、はいはい、そう、1個説明忘れてたんですけど、はい、まずちょっと奥義の方を見せた上で、うん、次新奥義を見せようと思うんですけれども、はい、奥義のモーションがすごい速いんですね。うん、なので短時間で結構大きなダメージを、継続的に与えることができるので、そういう意味でもちょっと注目したいと思います。はい、正義罪だテオスグリーン。出が早いんですよ。早いね。そこがすぐ出るんですよ。うん、デノン並みに早いですね、出が。はい。これがまず奥義です。うん、でこれで暗闇耐性をダウンするので、次は新奥義をお見せするんですけれども、新奥義は先ほど打った奥義を使って暗闇耐性をダウンさせて、でスキルで暗闇にして、そこで新奥義を打ち込んでみようと思います。はいはい、今回はちょっと、まあ、奥義の後に新奥義を打つのでソニエさんに登場してもらいました。はい、はい、できます。さら罪だ、これでテオスグリーン、それしませスキルでクロスクライムをして、で冗談は絶対故にこの死は出場を、うん、メリオおいってすごいなすごい、うわ、はい、倒した。さあ、ちょっともう一回見てみましょうか。はい、これはやばいなちょっと言葉をめっちゃかっこいい、技も派手ですよね。うん、クロスペイン、冗談は絶対故にこの死は出場、うわすごいな、うわ、うわ声がめちゃくちゃかっこいいです。全部いいですね。全部いい。演出、はい、声、その強さ。すごいな。はい。こんな性能です。いや拍手なんですよ。いやかっこいい。攻撃力が強いとね、短期集中型だったりすることが多いですけれども、こいつの場合は長期戦でも、はい、彼は長期戦でも、はい、使えますね。はい。はい、はい、はい、
じゃあ、アッシュの紹介は以上になります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次はこちらですね。はい、じゃじゃじゃん。はい、あのユニットがパワーアップ、あのユニットさあ誰なんでしょう。はい、これは結構予想できなできませんでした、私は。あ、本当ですか。はい、はい、じゃあもう早速いっちゃいますよ。はい、はい、じゃあパワーアップするユニットはこちらです。じゃん、おお、お姉さんタイム。お姉さんタイムの人ですね。はい、まあ、スタンプでも最近使われてますからね。はい、はい、アルマさんですね。アルマさんがパワーアップして登場します。はい、はい、じゃあどのようにパワーアップしたのか、はい、性能の方を見ていきたいと思います。はい、はい、性能はこちらです。はい、じゃん、新奥義が大幅に強化されました。はい、ダメージが上がってですね、魔法耐性のダウン率も上がりました。おで、敵がですね、人族の時に奥義ゲージが、まあ、今まで50アップするんですけれど、あ、50アップだったんですけれども、これが100アップになったので、まあ、奥義の回転数も強化されています。すごい。はい、ちなみにですね、奥義ダメージ自体は22000% から 24000%に上がってるんですけれども、この魔法耐性ダウンがですね、はいはい、これが30から50になっているの で、うん、実際のダメージはかなり強力になっていますね。はい、はい、で先ほど申し上げたように奥義ゲージアップ、うん、まあ、敵が人族の敵ですけれども、うん、これが50から100になっています。はい、はい、この純粋に火力と回転が上がった感じですね。はい、はい、あとはその、魔法耐性ダウンなので、うん、まあ、デバフになるので、はい、味方の攻撃もさらに強力になるという感じですね。自身だけではなく、はい、こんな感じのアルマさんがパワーアップ、パワーアップして登場します。はい、はい、ただいまご紹介したアッシュと、そしてパワーアップしたアルマ、うん、はいはい、こちらが登場する英雄祭ひらめきなんですけれども、はい、9月11日のメンテナンス終了後から開催される予定となっております。はい、はい、ぜひぜひご期待ください。はい、はい、さあというわけで続きましては大型イベントの紹介ですかね。はい、はい、新しい大型イベント始まります。はい、一体誰のイベントなのか、なんでしょう。もう笑いちゃう、茶番ですよ。はい、行きます。はい、行きます。はい、じゃあ次こちら、はい、大型イベント約束の場所。はい、はい、なるほど、アッシュです。アッシュですね。はい、まあ、ラリーズですよ。はい、はい、シナリオ付きの大型イベントで、今回もイベント交換所あり、イベント限定装備ももちろん今回もございます。はい、はい、じゃあストーリーを読んでいただきましょうか。そうですね、はい、なんかこう国語の授業みたいですよね、いつも。はい、じゃあ佐藤さん読んでくださいみたいな、いつもその気持ちで。はい、というわけで読んでいきましょう。はい、はい、新大型イベント約束の場所。はい、レイアスとの戦いに敗れ、一人眠りから覚めた暗殺者アッシュ。失意のままに向かった先は自らを育てた研究施設だった。胸中に去来する一輪の花の記憶、荒廃した実験の跡地で彼が見つけたものとは。これはですね、またいい話でした。いい話。一輪の花の記憶、ちょっとかっこいいですね。かっこいいですね。余韻がありますね。いいですね。はい、いや、これはちょっと気になるな。はい、はい、これはぜひしっかり読んでみてください。はい、はい、そうですね、でメインストーリーもぜひ。あ、そうなんですね。この、はい、今回のこのアッシュのイベントストーリーはメインストーリーと合わせてみると、はい、とても良いですね。いい感じに、はい、イベントが保管しているような感じで、なのでもしそのお時間あったらストーリーだけでも、はい、街で街の再度見ることが見ることができますので、はい、見てもらえると嬉しいですね。そうですね。はい、あ、このシーンの後なんだなみたいなのが分かると、はい、楽しいと思います。そうなっております。はい、はい、楽しみです。はい、はいはい、では、イベントの限定装備ですね。はい、行きましょうか。はい、はい、ではイベント限定装備はこちらです。はい、はい、今回2つですね。はい、まあ彼が持っているものですね。はい、そうです。はい、上が外装剣ドスムエルです、うん、さっきちょっと新バージョンが出てきてましたね。はい、はい、新バージョンが、はい、で下が、ジュタンソウトレランサス、
トレランサス、はい、3本の槍ってことですかね。どちらも強力な装備になっております。どちらも魔鋼装備ですね、はい、星5と星4になります。はい、はい、で、ドスムエルですが、はい、先ほどもちょっとシンの方でも説明したんですけれども、うん、魔法攻撃なんですけれども、ダメージの吸収 HP 吸収が、はい、こちらの装備は 4% の吸収になっていますので、はいはい、まあ、それでも 5800% なので結構回復しますね。はい、まあ、魔鋼で回復できるというのは結構珍しいのでちょっと使ってみたいですね。うん、そうですね。そしてそして、トレランサス、はい、こちらが、まず CT30 秒なんですけれども、うんうんうん、暗闇 80%、 暗闇、はい、これですね、もう絶対取ってほしいですね、この2つこの2つはですね、その相当使いやすいんで。あ、そうですね、この、はい、上の星5の装備の方も CT35 秒でかなり短いんですよね。はい、はい、これ相当使いやすいんで、で魔鋼でこういったのはなかなかなかったので。そうですね、どちらもなかったですね。これは絶対全部取る取って絶対損ない、全然損ないです。はい、はいはい、あとはアビリティに人族キラーがついているので、まあ、特定の、ユニット人族型の人族タイプのボスとか敵に対しては非常に強力ですね。はい、はい、これ、まあ、星4魔鋼枠って結構今、うん、いいのがちょっと結構出てきてるので。そうですね、はい、今回もかなりいい内容になっています。はい、はい、ぜひぜひゲットしていただきたいですね。はい、はい、では装備は以上ですね。はい、はい、というわけで、大型イベントの紹介は以上になります。はい、はい、さあ、そして、あ、はい、はい、ね、英雄祭きらめき大型イベント、そちらも気になるんですけれども、はい、次のコーナーも大変非常に気になるこちらのコーナーです。はい、はい、じゃじゃん、ついにあのユニットが覚醒よっ。はい、さあ、まあ、なんとなく察しがついている皆さんもいらっしゃると思いますけれども、結構分かんないと思いますよ。本当ですか。こんな感じですね。こんな感じのキャラですね。ユータがちょっと生放送でもちょろっと言ってたかなと思うんですけれども、はい、あのユニットが、はい、ヒント、はい、ヒント言いましょう。はい、はい、ヒント言います。はい、はい、ゼロです。それは答えって言うんですよ。今多分まだ足りないとか言うのかなと。まだ足りないって言うのかなって。ちょっといつも血が足りない人ですとか言うのかなと思ったら。はい。はい、というわけでこちらですね。はい、はい、こちらは星4、星5なんですけれども、はい、ゼロになります。はい。はい、で早速覚醒後見てみましょうか。はい。はい、覚醒後のイラストはこちらです。じゃん。かっこいい。すごい、これはかっこいい。手がすごいところから出てる。そうですね、はい、これはかっこいいですね、この構え。ゼノンは前回のゼヨルグさんの魔剣のイベントにもちょっと出てきましたよね。はい、はい、あのイベントでもちょっと出てきて、あ、ゼノンだ、まあ、ゼノンといえば魔剣ですからね。はい、魔剣といえばゼノン、はい、ゼノンといえば魔剣、はい、じゃあゼヨルグさんは。はい、今回はちょっとイラストまで の、はい、ご紹介になるんですけれども、はい、でも横に書いてありますよ、9月16日、はい、日曜日、はい、ついに覚醒、楽しみ、はい、性能はまた追って、はい、お知らせしたいと思います。はい、はい、楽しみですね。はい、はい、というわけでお送りしてきましたが、はい、情報局お別れのお時間となりました、はい、さあ、ではでは最後に山岸さん、何かちょっと伝えたいこととかあれば。はい、そうですね、9月後半、はい、もう豪華なロビンボーナスを用意しています。やったー。またやるんですね。はい、またやります。楽しみにしてください。はい、はい、あとあれですね、生放送でも少しお話しましたけれども、はい、2周年近くに向けて、ましたね、2周年に向けていろいろな準備が進んでいます。はい、はい、楽しみです、ね、どんどんお出ししていければなと。はい、はい、9月後半の生放送を楽しみにしてもらえるといいかなと思ってます。はい、はい、はい、というわけで9月後半も
はい、倉様をよろしくお願いします。お願いします。はい、ではでは、また次回の情報局でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。